カール・グロスベルクはドイツの画家である。第一次世界大戦後のドイツで起こった新植物主義の画家とされる。都会の風景や工場の風景を描いた。ノルトベストファー練習のブッパータールのエルベルフェルドに生まれた。1913年からアーヘンやダルムシュタットで建築を学んだ。この頃父親が家族の性を変えた。 第一次世界大戦が始まり、1815年に召集され、1918年の独学戦で受賞し、故郷に返された。1919年から学業を再開し、ワイマールの美術学校で、バルタ・クレムに絵画を学び、1921年から、バウハウスで画家のリオネル・ファイニンガーに学んだ。バウハウスを卒業した後、ビュルツブルグに移り、 1923年に結婚した。1926年にシュトットガルトで初の個展を開き、その後ベルリンやケルン、デュッセルドルフで個展を開いた。1929年にアムステルダムで開催された展覧会、ノイエザ・ハーリヒカイトで成功を収め、1931年にプロイセン美術アカデミーのローマ賞を受賞した。 1933年からドイツの重要な産業の情景を描くシリーズの作品の制作を始めた。初期のグロスベルクの作品に加えられていた象徴的なアイテムは排除され整然と配置された機械設備が描かれた。1939年8月に再び召集され、ポーランド戦線に配属され、フランスへ移動する際に交通事故に遭い死亡した。ありがとうございます。